オボックは、ジブチの、小さな港町。オボクウブクなどとも呼ばれる。アデン湾に開けた、タジュラ湾の北岸に位置する。人口は2003年でおよそ8300人。19世紀に、フランスの東アフリカ植民地開拓の拠点となった、町である。ナポレオン戦争後、海上の覇権を握ることに成功した大英帝国は、 スウェズ運河の開通を前にして、アデン、ペリーム島など、航海から、バブエルマンデブ海峡、アデン湾を経由して、アラビア海に通じる航路上の要所を、次々と抑えていた。フランスが、東アフリカへの進出に興味を示したのは、エチオピアとの通称の将来性を、アルベール・ロッシュが、ナポレオン三世に訴え、その注意を引くことに成功した1857年に、 なってからのことである。これを受けてザイアデンフランス大使であったアンリ・ランベールがオボック公の獲得に乗り出すが2年後に暗殺されて計画は頓挫する。フランスが再度この地域における拠点の確保に動いたのは軍が1861年に高知島方面への進出を開始してからであった。1862年3月11日。 フランスの外相と地元アファルジン首長との間で契約が結ばれ、オボックに初のフランス咀嚼地が誕生する。契約額はおよそ1万ターラーであった。ところが、フランスはオボックをたった一人の現地人に主演させるのみで実用化を進めず、以前としてアデン経由の貿易を行っていた。フランスがこの消極的な公開政策の変更を、 余儀なくされたのは1880年代になってからで、ある。フランス軍がトンキニへの侵攻を強めようとする中、清仏関係における中立を守るという名目で、アデン港でのフランス戦に対する球誕が拒否されるという出来事が1883年に起こる。また、マフディ戦争と前後して、大英帝国は、 エジプト政府に深く関わるようになり、東アフリカにおいて、フランスを含む列強との競合姿勢を強める。この頃をボックに赴任した24歳の若き司令官、レオンスラ・ラギャルドは、現地の惨状を憂い、本国からの経済的支援強化を取り付けて、植民地の改革を実行した。 1894年に発行されたきって1884年から1888年にかけ、ラギャルドは後にエチオピア帝国の皇帝となるメネリク2世との関係を構築しタジュラ湾に面したジブチの土地を獲得することに成功する。以降、地理的に不利な位置にあったオボックは次第にその役割をジブチに奪われ、1892年には 完全に主要校の座をジブチに明け渡すこととなった。1888年、オボックの人口は2000人に上ったが、1896年に、フランス領ソマリアが確立された、当時の首都ジブチの人口はそれをはるかに上回る5000人を、数えた。植民地時代、オボックでは、独自に切手を発行していた。また、学校が1校運営されていた。 2002年末には数千隻のアメリカ艦船がイラク侵攻のためオボック港に寄港した。また、オボック空港が設置され、ジブチ市との間にはフェリーが数隻往復している。近隣にはマングローブ林が生育している。ありがとうございます。